IWGP 女子チャンピオン、メルセデス・モレです。2018アメリカ新日本サンノゼ大会で初代王者カエリを倒し、その年に IWGP 女子のベルトを待ちました。そして 4.8 新日本両国国あのエディ・ゲレロの魂、今日は自らに宿しているのか。このモレの存在、そして IWGP 女子の存在ですよ ね。やっぱりこのその IWGP 女子というものに対する明確なこの欲しいという気持ち、うん、必要なんだという気持ちがすごく岩谷から感じられますね。ああちょっと中途半端な状態で、まあ、やってしまう。張り手来るときついのはいきますからね。いや反応が早いですね。もうね、危ない。倒していったバックスタバー、岩田に連れて返す。でも今なんかも引きずり、ただ強引に引きずりを下ろしているように見えて、ちゃんと CEO の顔に。 You will never be champion。あバックスタバー、 Cause I'm the icon now. 私がアイコンになると。岩谷が立つ余裕見せすぎた。メルセデス・モレカウント2。今ロープに足引っかかったからちょっとトラチック止めた。うわあのドラゴンをもらってもモレはまだ行くが、岩谷が捕まえた。ツームストンパイルドライバー、カバーに行きません。これは大江さん、これだけ追い詰められているというのももちろんそうですね。あった、岩谷は言うヌーンサルトプレス。女子が捕まえた。久々に2段式、2段式バックスタホールド、入った。ついにモレを倒しました。ありがとうございます。 I love being your CEOof stardom. And right now, tonight, Mayu, you really showed me you are the true icon of stardom pro wrestling. Mayu, please, please take care of that IWGP Women's Championship and show these world.These girls all over the world, why you are truly the icon. Arigato gozaimasu。メルセデス・モレから。